フライケーキフライケーキとは、広島県呉市で売られている揚げ饅頭。あんドーナツの一種。カリッとした外皮の中に、ふわっとした生地と程よい甘さのシあんが包まれているのが特徴。菜種油で揚げられる。一般的なあん、ドーナツよりも生地は固めで、表面に砂糖はまぶされていない。呉市内にある、服従で作られたのが元祖。現在では、 複重製以外のものもフライケーキと称されるようになっており、クレシ近辺のスーパーマーケット、田広島市の一部や広島自動車道のくじ、パーキングエリアなどでも販売されている。複重製のものは、シあん入りのみだが、他で作られるものには、粒あん入りもある。クレシ及び、周辺地域の人々にとっては、びっくりまんじゅうや、ともえやのアイスも中と並んで、高い知名度を有するが、 広島土産として、全国的に有名なもみじまんじゅうと違い、全国のみならず、広島県内においてもそれほど知名度は高くない。福獣フライケーキを考案し、今もフライケーキ専門店である、福獣を始めた、仙台店主は1907年生まれで、19歳で、アメリカ合衆国帰りのパン職人に支持し、パンのほか、様々な洋菓子や和菓子を習得。藤川菓子店にも務め、 戦前、戦中は、上海にまで渡って、修行に励み、呉に帰って、店を持った。服従における、フライケーキの材料の配合は、先代が苦労の末に独自で考案した。服従は、1947年に開店した。今も呉市のレンガ通り沿いで営業を続けており、数十個単位でまとめ買いする地元の人々で、賑わっている。ありがとうございます。